どうも料理のお姉さんリュウジです。ということでですね、今回作りたい料理はですね、ツイッターでもかなりですね、評判、バズったんですけど、バズった料理と評判がいい料理ってこれはね同じじゃないんですよね。で、今回はどっちかというとバズったはバズったんですけど、ものすごい評判がいいレシピなんですね。はい、かなり皆さん作っていただいて、びっくりしたっていうぐらいこれいただいた、レシピ、これですね、無水キーマカレーっていうレシピがあるんですけども、これ、ね、電子レンジでパッとできちゃう、レシピですので、こちらをですね作ってきていただきたいと思います。はい、噛んだ。じゃあこちらの材料でやっていきます。はい、あと調味料。はい、まずですね、玉ねぎから切っていきます。はい、玉ねぎはですね、こうやって縦に切り込みを入れまして、多分ね YouTube でねみじん切りやるのね初めてだと思うんですよね。僕のねあの切り方はねちょっとね独特なんですよね。そう、なんかいっぺんにやらないでね、ちょこまこまやるんですよね。この方が細かくなる気がする。あとここですね、ここの余った部分ね、どうやって切ったらいいのって思うかもしれないですけど、これはね、ちゃんとね頑張ってくださいね。これね、僕はちょっと切れ込みを入れて、そのままみじん切りしています。で、まあこれ以上細かいのが良ければ、もうちょっと切るんですけど、まあ今回のキーマカレーに関してはそこまで、細かくなくていいです。少し切って、だいたい米粒ぐらいの大きさになったら OK です。はい、で、耐熱容器に入れます。はい、こんな感じで、玉ねぎは OK ですね。はい、ここからですね、包丁はいりません。包丁は、これだけです。はい、それではですね、ここから材料を詰めていきます。まずですね、豚ひき肉、ごめんなさい、今日間違って買ってきちゃったんで、合いびき肉です。でも合いびき肉でも美味しいです。これがね 160g、 結構お肉はたっぷりめです。で、今回はね、僕には珍しく2人前できちゃいます。ここに、はい、ちょっと回りしたら、ここに、カットトマトです。カットトマトでもホールトマトでもどちらでも大丈夫なんですけども、まあ、カットトマトのが切れてる分、ほぐさなくていいので、楽ですね。これをね、2分の1か半缶分入れていきます。こんなもんかな。もうねぎゅうぎゅうになってますこれね。この時点で調味料もね、一緒に入れちゃいますね。ニンニクです。おろしニンニクが1かけ分です。チューブでもいいんですけども、生のニンニクのが美味しいです。砂糖です。砂糖、はい、小さじ1入れます。で、あとウスターソース、今回ね、ちょっとウスターソース切れてたので中濃ソースでやります。中濃ソースでも美味しいです。中濃ソースっていうのはね、いろんなスパイスが使われてて、いろんな果実が使われてるので、かなりね、香りとコクを出してくれるので、あれば必ず入れてください。あとお塩ひとつまみと、あと胡椒ですね。はい、こちらも適量入れてください。これで入りましたですね。まずね、これ混ぜてくださいね。はい、生の状態なんですけども、混ぜて全体の具をなじませてください。これね、火の通りを良くするために重要な工程なので、必ずこの時点で混ぜてくださいね。この耐熱容器、同じサイズがなければ丼とかガラスボールとかでもできますのでね、そのあたりはどれを使っていただいても構いません。はい、こんな感じですね、よーく混ぜて、ホールトマトを使うときは、スプーンでよく、トマトの実を潰してくださいね。今回はカットトマトなので大丈夫です。すげえ、今日カミカミじゃない俺。カレールーですね、はい、2つこんな感じで、埋め込んでいくんですね。はい、バター 10g、 この状態です。ラップをしまして、レンジでですね12分、結構加熱しますね、12分加熱です。はい、じゃあ待ってる間にですね、もう一仕事をしていきたいと思います。まずね、直径を用意してくださいね。はい、あと氷を入れます。業務用の角ですね、を適量です。炭酸ですね、適量入れてください。これもあとですね、ちょっとね、隠し味をレモンですね、はい、絞っていきます。はい、これですね、ハイボールが完成しましたので、待ってる12分の間にですね、暇なのでに飲みます。はい、乾杯。うまっ。外ね、まだ明るいんですよ。この状態で飲む酒うまいですね、ほんと。はい、ちょっとね、熱いので気をつけてください。こんな感じになります、仕上がり。オープンします。はい、オープンするとこんな感じになってますね。はい、で、この状態でですね、混ぜていきますね。カレールーは、溶けてるんですけども、まだ混ざってない状態になってます。カレールーに塊があるとね、そこだけしょっぱくなっちゃうので、よく混ぜてください。
そうです、こんな感じですね。こんな感じで、混ざり終わりましたらカレー部分は完成になりますね。はい、はい、それでは盛り付けいきたいと思います。もうね、ドカッと結構ね、お肉の食感が一人分に、お肉ね 80g ぐらい使ってますので、結構ね、お肉主張してくるというかですね、たっぷりな、ボリューミーなカレーになってます。僕はね、まあ、これは普通のカレーみたいにかけてもいいですし、僕は上に乗せる派ですね。真ん中にですね、くぼみをつけてくださいね。はい、卵黄ですね。はい、乗せてあげます。おー、いいですね。少し彩りで、パセリですねを、散らしてあげます。はい、そうしましたらですね、無水キーマカレーの完成になります。イエイ。はい、それではですね、早速完成しましたので、食べていきたいと思います。僕は最初からクライマックスなので、ね、卵を潰してこれと共に食べていきます。このどうですか、このとろけ具合ね、この卵を、これ映えですね。これはね、ちゃんとツイッターでもインスタでも映える感じですから、じゃあ食べていきたいと思います。今日ね、合いびきで作ってるんですけど、合いびきも結構うまいですね、これね。なんかね、トマトの酸味がね、すごくお砂糖とかウスターソースとかバターとか入れてるんですけども、すごくね、本当に、トマトの酸味がかなり穏やかになっててですね、かなりね、まろやかさのある、カレーになってます。あとですね、なんですけど、トマトの旨味とお肉の旨味がかなり、カレーに生きてる、感じになってますね。これはね、レンジで作ったとか多分わかんないと思うんですよ。レンジってそのフライパンとじゃあ何が違うのかっていうと、焦げ目がつかないっていうところなんですよね。科学的に言うと強火調理ぐらいなんですね。焦げ目がつかないっていうところはですね、ちょっと風味に結構関わってくるんですけども、まあ、とにかくね、うまいんですよ、これフライパンとか鍋とかでも全然美味しくできるんですよ。なんですけどレンジでもめちゃめちゃ美味しくなるんだなっていうことをまず皆さん知っていただきたいなっていうふうに思いました。これ本当に美味しいです。はい、多分僕がフライパンで丁寧に作っても多分こうもうほとんど遜色ないような味になると思います。それぐらいね、すっごく美味しいです。お肉の感触すごいあって、ハイボールがうまい。ちょっとね、味変ですね、タバスコですね。これ本当美味しいんですよ。でどれぐらい美味しいか今ちょっとやってみたいと思います。なんかね、これタバスコかけるだけなんですけど、ちょっとねタコライスになるんですね。この味変ね、その途中で味変するのかなりいいんですね。酸味もついて辛みもついて、もうね、メキシコの風がね、ビュンビュン今吹いてきます。それぐらいですね、美味しいレシピになってますので、これ本当にやってみてください。まあ、レンジって手抜きのイメージがあるんですけども、全然手抜きじゃない、一つの調理器具なんだっていう風にですね思っていただけるぐらい本当に美味しいレシピなので、これね、まあ、ちょっと僕酔っ払ってるんですけど、マジで本当にいいんだ、これ本当美味しいですから、はい、なので皆さんぜひ作ってみてください。はい、それではですね、今回の動画作ってみたいなとかですね、美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録および高評価をお願いします。